フランシスコ・ハビエル・ロペ・スペーニャは、スペイン・ガルダカオ出身の人物。別名、ティエリー。バスク人。バスク祖国と自由のメンバーであり、1991年から2008年まで、司令官を務めたが、2008年に逮捕され、2013年に死去した。ティエリーは1983年から、バスク地方分離独立主義組織バスク祖国と自由の、法執行者として活動していた。 1991年3月18日、ヘッス・アルカウス・アラナが、フランス領バスクのビアリッツで、逮捕されると、ETA の軍事部門のリーダーだったティエリーが、司令官となった。1983年2月14日に、フランス領バスクのバイオンヌで、初めて逮捕され、犯罪を共謀したとして起訴されて、刑務所に送られた。2005年7月8日には、 フランス・パリの強制裁判所で本人不在のまま犯罪の陰謀のために8年の懲役を宣告された。2006年には ETA がスペイン政府に対して停戦を宣言したが2006年12月30日にはマドリード・バラハス空港爆破事件を起こした。この攻撃の実行を命じたとして停戦を破った責任はティエリーにあるとされている。通常、 ティエリーは高派としてリストに記載されている。2008年初頭に相次いだ攻撃やクアルディアシビル間の殺害はティエリーの要請で発生しているとされていた。2007年2月5日、全国高等裁判所の中央、証人尋問裁判所は、テロリストや武装集団への協力で逮捕、投獄された人物に対してティエリーの捜索を命じた。 2008年5月20日午後11時頃、ETA が隠れ家として使用していたフランスボルドーのアパートに、フランス警察、スペイン治安警察共同捜査チームが踏み込み、ティエリー、アイノアを押さえたメンディオンド、ヨンサラベリアサンシネネア、イゴールスベルビオラの4人を逮捕した。彼らは逮捕に抵抗しなかったと報じられている。さらに警察は1週間監視していた。 フランスルブスカのアパートを捜索し、2丁の拳銃、自家製のロケットランチャー、数個の起爆装置を発見した。ティエリー逮捕の知らせは広範囲で歓迎された。フランス政府のジャン・マルク・エロー首相は声明の中で、ティエリーを ETA の歴史的な指導者の一人と呼び、20年間警察によって指名手配を受けていたことと付け加えた。さらにこの声明では、この捜査の成功は、 フランスとスペインの反テロリスト協力の優れた連携を再び示したとした。スペイン政府のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相はティエリーの逮捕を歓迎し、テロに対する民主主義の勝利における確かな、さらなる重要なステップだと述べた。サパテロ首相はまた、この捜査がテロリスト集団 ETA のリーダーシップに深刻な打撃を与えたと付け加えた。 スペインのアルフレード・ペレスル・バルカバ内務大臣はセネガル・ダガールのスペイン大使館で行われた記者会見でティエリーの逮捕は ETA にとって最も困難な挫折だと語った。さらにこれは警察によるただの捜査ではない。ティエリーは今日のテロリスト集団 ETA の中で最も政治的、軍事的な重みを持つ人物である可能性があると続けた。過去6年で 初めてとなる ETA 交換の逮捕に関して大臣は記者会見で今回逮捕された ETA の指導者たちが直近の殺人事件を命じたかその背後にいると語った大臣はこの逮捕がスペインの数十年間に及ぶ ETA との戦いの中で大きな勝利であると語り我々は終焉に近づいているしかし今回が終わりではないと語った さらに大臣は、この4人は、マドリード・バラハス空港の事件とカステリオンの事件で、決定的な役割を果たしたと述べ、それゆえに、とても重要な活動であるとした。同じく拘留されたルイス・イグナシをイルレタゴ・イエナに、対して、警察は、イルレタゴ・イエナを、爆弾製造における、ETA 内最高の専門家であると見ているとした。逮捕は ETA にとって大きな痛手であるとされている。 5月27日、ルバルカバ内務大臣は、スペイン政府の現状が強固であり、ETA は手足をもがれたと述べた。続けて、大臣は ETA に対処する警備体制を増強するために、より多くの警官を募集する計画を発表した。しかし、大臣はまた、現状が今までよりも強力であると警告し、 ETA の能力が我々を深く傷つけられるほど存在するとした。スペイン国会の内務委員会で話す前に、ルバルカバ大臣は ETA に対する重大な打撃であるとしてティエリーの逮捕を歓迎した。5月30日、ETA はティエリーの逮捕後もバスク祖国独立に向けた戦いを継続すると主張する声明を発表した。この声明文は ギプスコア県に拠点を置くガラシに送られ、もし問題の根源に対する十分な注意がない場合はバスク問題は持続するだろう。彼らは我々と戦い続けることを強要されるだろうと続いた。ティエリーの逮捕によりミゲル・ガリコイツ・アスピアスルビーナ通称チェロキーが ETA の最高指導者の地位についた。2008年5月26日。 同じ州に逮捕されたティエリーを含む4人はパリの裁判所に再交流された。ETA はテロリスト組織との犯罪協力のために司法捜査の下に置かれることが期待された。2008年11月16日、ティエリーの公認であるチェロキーがフランスで逮捕され、ETA はさらなる打撃を受けた。2011年10月20日、ETA は無期限のを発表し、 数十年にも及ぶバスク問題は結末を迎えたとされている。ティエリーは心臓障害が理由でパリの病院で治療を受けていたが、2013年3月30日、脳一血によって死去した。同じ3月には別のバスク人テロリストが告中で死去していた。ティエリー死去の知らせを聞いて家族が病院を訪れた際、ただ死去について知らされただけであり。 面会は叶わなかったと主張した。2014年には、サンセバスティアン出身のボルハコベアガ監督が、バスク問題を題材としたコメディ映画、ネゴシア同僚を制作した。この映画はあくまでもフィクションだが、カルロス・アセレスがティエリーに相当する役を演じている。ありがとうございます。